さあ、マリアンヌが10になったので、中級職見てみますか。剣術師以上。あ、もう 0% なんや、これ満たしてなかったら。あー、盗賊も傭兵も C なんか。やったら、あれですね、主人公の剣さっさと上げないとやばいような気がしますけど。で、ペガサスがやっぱやり C。で、この状態だと 0% と。で、プリストは、進行 100% と。悩ましいな、これ。これ途中からペガサスに変えるとかって大丈夫なんかな？ねえ微妙やな、他。ちょっと待てよ。戦闘をしなければいいんですよね、要は。やったら一旦ここ置いときますか。で、なんとか、なんて言うんですか、槍をどんどん上げていって、で、ペガサスにクラスチェンジできるように持っていくのがいいような気がしますよ。こっちは、あ、見れるやんっていうか、ちょっと待って。はあ。まあ、基本的にはどの武器も、A 以上使えないとっていうことなんか。やから、なのでクロードは斧 B を目指さないといけないと。なかなかに厄介なところではあるんですけど、まあ、なんとかいけるか。上級ですもんね。で、条件を満たしていないためこれは見れませんと。上級もまだやけど、まあ、むしろなんで上級見れるんやろうっていう感じはするんですけど、いいのかな。まあいいと思うんですけど何させてもなんか面白いよねまあねえ、じゃあちょっとショップ、そういえば中級の章とかどうなったんやろう、見てみようかな。主人公で、あ、また追加されてる。じゃああれか、なんか必要な分だけどんどん買ってしまえばっていうところみたいなんで、これ買っといてもいいですよね。ね、なんか人数分は全然足りないんで、まあ後で買っとくか。よし。じゃあちょっと、散策しましょうか。ね、よし。クエスト何あるかな。敵の狙いを探して、ね、敵の狙いを推理するにはもっと情報が欲しいところだ。大修道院の中をあちこち回って手当たり次第話を聞いてみてくれ。あ、クロードから依頼か。で、なんかプレゼントがもらえると。で、舞踏大会に挑戦しよう。訓練所に行ったか。舞踏大会が開かれる。何それ。お茶会もある。誰かこの器の価値が分かる者はいないか。アップルティーが手に入ると。なんかいろいろと面白そうな感じがしますけど、何これ。ファーガス王国の北部で信仰の盗賊団が村々を襲っているとの報告が入っている。古い塔を根城にしているようなのだが、それがどこか見当をつけてもらえないか。この辺はあれですよね、道中のあの、まあ会話聞いて目星をつけると。びっくりした。武器の話ね。見覚えが？あるわけがなかろう。じゃが、どうにも気にかかるの。あの剣にはまった石と赤き光。いや、なんでもないわ。石？なんなんだ？英雄の遺産。まあ。なんかでも不思議な力を感じ取ったような気はしますね。さあ、それではちょっと、クエスト受けていきましょうか。クロードでいいんですよね。敵の狙いは、理解できません。迷惑です。すごい作戦会議してるけど、真ん中から話しかけようぜ。そっち。そういうことですよね。なんかよからぬ考えをしているものがいっぱい団結してるっぽいですよね。勢力がこの世界に存在するなんて、考えたこともありませんでした。確かになんか神は一番っていう、すごいなんかね、
すごい信仰心が深い方やったら、なんかまさかねその一番の神を裏切るなんてって思いますもんね。見えてる世界はほんの一部だ、敵対勢力がいない方が不自然だ。どっちもそうやけどな。まあでも感覚で言うと見えてる世界はほんの一部だ。うん、だから知らない世界もまだまだいっぱいあるから、まあなんならもっとやばい連中もいっぱいおるんちゃうかとそういう感じはするけど、落とし物は何もなくて、この辺は喜びそうにない。ちょっとやばいぞ、なんかマリアンヌのやる気を引き出さないといけなくて。誰の仕業かわかりませんけど、うん、今回の騒ぎは正直に言って迷惑な話です。まあなんなら一大事ですもんね。警備なんかに回されては確かに勉強や訓練の時間が削られてしまいますから。確かになんか本来やったらなんかね式典に参加したりとかいろいろできたところが、もうただひたすら警備兵として扱われるってなんかちょっと釈然としないそうね。自分も迷惑している、ね、私たちの手で敵を見つけて、うん、とっちめてやりましょう。まあ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 、なんとかねうまくやるしかないよと。でクロードと敵の狙いを推理するにももう少し情報が欲しいところだよな、うん、まあね、とりあえず大修道院の中を歩き回って疑わしい場所がないか当たってみてくれ。何それ。誰かいれば話を聞いてみるといいだろう。ああはいはいはい、はい、ある程度絞り込めたらまた相談しようぜ。だから探索して情報を頼まれてくれないか、まあ、集めてこいと、敵の狙いを推理するにはもっと情報が必要と。うん、手当たり次第か、なかなか大変そうやけど、まあまあまあこういう時こそカットの使いどころとっていうことで、まあ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 やっていきましょうか。さあ、なんかカスパルにびっくりが出てるけど何これ。聞いてくれよ先生。お、また親父から手紙が来たんだ。手紙？俺の親父知ってるか。うん、帝国の割とお偉いさんなんだけどよ。なんかフェルディナントが言ってましたね。なんか6人ぐらいいてエーギル家はフェルディナントだけ覚えてるんですけど。訓練は毎日欠かさずやれ。魔法の1匹や2匹倒しただろうなって。それかっこいいだぜそんな手紙いるのか。あ、でクエスト受注なんだこれ。あ、武闘大会に挑戦しよう。訓練所でやってる武闘大会の話聞いたか。優勝すると景品がもらえるらしいぜ。うずうずしてくんなと。日々の鍛錬の成果を確認するため舞踏大会が開かれる。ほう、とりあえず受けるだけ受けてみましょうか。別に行動使わないですよね。ああ、彼のあれか、なんか依頼やったんですね。俺と違えのかでまだ興味はないと。力と格闘術、まあまあまあ伸ばしていかない限りはなんとも。まあ割とすぐ伸びそうな項目であるんですけど、まだ使ってないんでねこれからといったところでしょうか。でこっちに行けばいいのかな。なのでちょっと待ってよ、ここ訓練場に向かえばいいと。とりあえず話だけ聞いてみると、なんかできるようになるのかな、おそらく。あ、貴様何？相当腕が立つな。あ、なぜ試合わん、なぜ試合わん、何何何ロナート教の反乱は鎮圧されたようだが、うん、ファーガスの動乱はまだまだ続くだろうな、うん、あのイノシシ律儀に慣習を守ってなどいないで、とっとと大いにつけばいいもの。あー、確かになんかね、今国が荒れ放題って言ってますもんね。スカウトしますか。今を持て余しているならまあまあまあもうちょいかな。で、初級大会を開催中だぞ。後ろのキラキラ気になる雷帝の模造剣、英雄の遺産雷帝を模した訓練用の剣、よく訓練をする者の持ち物。はあ、剣で、こっちは、ガルグマク士官学校を卒業した証の装飾、士官学校卒業生の持ち物、卒業生の持ち物。はあ、ここ出身の方の持ち物、わかんねえなとりあえず話しかけますか。何これ。あ、出場する人物を選択してください。ちょっと待って、行動を消費しちゃうんですよね。今期から武闘大会を開催、剣術限定なので剣術が得意な仲間を参加させよう。すると、鋼の剣と、300ゴールドが報酬微妙やな。イグナーツ剣士、剣士、傭兵、傭兵。何これ、経験値が一気に入るとかそういう系か。
やる気低いとかダメなんじゃない、わからん一旦ちょっとそっとしときましょうか。で、なんかもう一個ありましたね、イベントクエスト、なんだっけな、あ、今期限定、これ行ってみるか、盗賊団の根城、場所はどこわからん、どこかわからんけど、まあどうせあれでしょう、修道院の、あ、庭、珍しい、フレンのために町へ出ていた、必要なものがあったのだ、必要なもの、何を買ったの、大したものではない気にするないや気になるけどな。で、クエスト受注と、君に頼みがあるのだが、どれか見当をつけてもらえないか。で、騎士の間ではセイロス騎士団が集めた各地の情報が見られたはずだ、何か根城につながるものがあるかもしれない、これ受けていきましょうか。じゃあ教員研修はまあ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 今はいいかなちょっとそっとしておきましょうか。あ、ちょっと待てよ、のために待つ、卒業生がどうのこうのって言ってましたね、これ、これがどうかしたのか、あ、違うか、おこれがどうか関係ないよねじゃあなんかキラキラしたとこ向かえばいいのかな、なんかびっくりが出ているけど、びっくりはあれですよね、確かクエスト受注かな、なんかカスパルの時もびっくりが出ててクエストが受注やったんで、こっちも、あ、フェルディナンド受注ですね、みんなの注意をそらすため厩舎に火をつけて騒ぎを起こす、いや絶対ダメやね、物語では上等の手段だ、何とはなしに気になってな、はあ、しかし騎士団の馬はどれも立派だ、はあ、この足の肉のつけ方など何今の火のくだり、なんかそんなのありましたっけ、わからん、わからんけど、あ、馬すごい、なんか見てるで、クエストだけ受注しましょうか。依頼が終わったら誰かお茶会に誘ってみるのもいいかもしれない。同じ茶器を 2客も入手してしまって、誰か価値が分かるものに譲ろうと思う。適当な人物、なんだそれ、なんかそういうあのお宝が分かる人とかってことですか。やったらローレンつっちゃうかなで、とりあえずスカウトしときますかまあまあまあ、まだ興味はないと、わざと重傷、重装か、どうしようかな。なんか赤のマークが出てるのはなんだっけ、なんなんだろう、ちょっと行ってみますか、食堂とか、こっち来るとマップを見ると誰、あ、兵士、あー、なるほど、修道院で狙われそうなもの、ああ、なんか情報を集めようって言ってましたわね、一つに絞るのは無理だな、はあ、貴重な品ならここの厨房にもあるぞ、ああ、ぶどう酒、数百年以上も前に仕込まれたぶどう酒とかね、そんなものがメインな目的なわけないんじゃないですか、味は飲めたもんじゃないって噂さ、ああ、わざわざ押し入って盗むやつもいないよ、まあ貴重やからって欲しいとも限らないですね。で、敵の狙いに関するメモ5を1個獲得しました。あー、なるほど、こんな感じで、じゃああれか、どんどん話を聞いていけと、そういうわけか。知ってます？ガルグマクの町には死神、死神が出るって噂があるんです。夜な夜な現れて人をさらうとか、さらわれた人はどうなっちゃうんだろう、街中？え、大丈夫それ、先生の学級に誘ってくれるんですか大丈夫それって言いながらスカウトするっていうね、まあまあまあそうですよね、うん、魔力と信仰が足りないと、まあ信仰はちょっとね今伸ばしてるところなんで、じゃあちょっと他にも手がかり見ていきましょうか。次が修道士、温室が狙われたら大変ですわね、あー確かに、ここの植物は大変貴重なものですから、なんかすごく貴重な珍しい花とかいっぱいありますもんね、15年の歴史の粋がこの温室には詰まっているのです、多くの可憐な花、薬にも毒にも演じる草木、ああ私の大事なことなんか変なスイッチが入ってしまったようですけど、まあ相当に貴重なものが確かにここにはあるって言ってましたよね。とはいえ物を狙うっていうのはあんまりないような気はするんですけど、どうなんやろな。これ真っ赤な像かってマヌエラ先生実は、あ、違うのか、え、なんかよくわからないの見つけてしまったんですけど、留学生の受け入れが可能になりました。お願いがあります。
世界中のプリギアの送り出した留学生がこの修道院を訪れます。留学生に話しかけると特産品、潜伏訓練、副官に雇うの各コマンドを実行できる留学生、特産品ではアイテムや素材を購入できる。ああなるほど、なんか珍しい価格っていうか安い価格でなんかいいものが買えると。で、潜伏訓練では隠れた留学生を見つけるミニゲームに挑戦できる。成功すると素材を獲得できる。何度も成功すると騎士団を獲得できる。いいね。で、副官に雇うでは、雇った留学生を次の戦闘に副官として参加できる。戦闘後留学生の装着しているスキルと戦技を伝授してくれることもある。っていうことは誰か協力して参戦してくれるのと同じような感じにできると。留学生を受け入れました。受け入れてしまったけど。なになになに、送り出す留学生選択、どういうこと、留学する、留学する、ダメじゃね。いいの、で特産品何、鉄の剣ちょっと安い。訓練用の剣も安い。持たせて送ることができると、そういう感じなのか。で、潜伏訓練、潜伏場所、釣り池、よくわからんぞ。ちょっと待ってよ、潜伏訓練してみますか。潜伏場所を選択、よくわからんぞ。ちょっと待った、あーそういうこと、なんか潜伏かくれんぼができると。はあ。じゃあどうしよう、なんかなかなか見ることがないような場所に隠れてればいいんですよね、要はこの辺とか。微妙、目立つかな、なんか何してんだあんなところでってなりますか。なんかでも木に身を隠してたら分からへんような気もするけど、ここってだって通んないじゃないですか、誰も友達がいないんで。友達がいないって言ったらあるんですけど、だからなんかこういうところって意外と見つからないんじゃないかなっていう感じがするんですけど。ちょっと待って、戻るか。ちょっといまいちなんかよく分かんなかったんで、そっとしとこうかな。猫が邪魔してくるの、留学生、ムイムイの留学生。1人と潜伏訓練、4人と潜伏訓練、副官に雇う。中級試験パス売ってるやん、買おうぜ。やったぜ、ありがとうございます、買わなくてよかった。でね、潜伏訓練これやってみる、せっかくやから。いけないエリアがあるため実行できません、いけないエリアがあるため実行できません。ダメなのか、まあまあまあ、おいおいなんかいろいろできるようになると。で、最上級試験パス2700で売ってるけど、ベルナデッタこんな雰囲気あったっけ。まだ買えないな、でもどうせ使えへんもんな。で、葉月の留学生、鋼の剣プラスで、リンゴの留学生、ジンジャーティー、微妙やな。まあでも中級試験パスは正直買おうと思ってたんで、ありがてえ。なんかパス持たせて留学させるのいいっすね。単純に1割引きかな。なのでなんかもし留学させるってなったら、それ持たせておくと多分いいでしょうね。で、そう、問題は手がかりなんですよね。さあ、宝物庫の前の司祭に話聞いてみましょうか。この部屋が何かご存知で。お、教団の宝物庫です。非常に貴重なものを飾っていると。飾っているっていうか祀っていると。武具や遺物の類ですね。なんか遺産がどうのこうのとか、それに関連してるんかな。盗まれて困るもの、あ、こんな入りやすい場所には置きませんよ。っていうことはここではないと。今度は大聖堂のアロイスに話聞いてみますか。女神の塔に入ったことはあるか。
はあ、祭儀にも使われる神聖な場所だ。あの雲行きになる場所ですよね、多分。生徒は入ってはいけないことになっているのだが。あ、そうなんや。教員はいいの。逆にそれが好奇心を煽るのだろう。こっそりと入り込む者もいる。なるほどね。まあ、どうなんの。今節に限ってはそんなことは絶対にありえんがな。絶対にありえん。何しろ目が咲いた時に当たって、はいはい、いつもの倍以上の見張りが立つのだ。だから暗殺って言ってた本来の目的、まあ本来の表立ってる目的に関しては、そこはなかなか入れないだろうと。で、敵に狙いに関するメモに獲得と。ちなみに卒業の証違う？あ、違うか。雷帝の模造剣は違うのか。じゃあ次はなんかここの奥にももう一人いるみたいなので、誰から情報が、あれかな、レアからかな。あ、フレン、どうも。先生。お、私、お兄様にわがままを言ってしまいましたの。わがまま。こんな時に甘いものが食べたいなんて。まあいいんじゃない。やはりよくありませんでしたわよね。反省しておりますわ。そうかな。なんか逆にこんな時だからこそっていうのもありますよね。なんかそういう不安な時にこそ落ち着くようにみたいな。それより先生、ここは立ち入り禁止ですわよ。あ、そこの奥ね。女神最短の儀の日だけは皆さんに公開されるみたいですけれど、うん、はい、落とし物違うと。で、学生じゃないから違うんですよね。そういえばなんか落ちてるぞ。謎の帳面、くだらない冗談が書き留められた帳面、冗談を好む者の持ち物だろうか。そんなの言いましたっけ。わかんねえ、わかんねえけど話聞いていきますか。修道院が一般開放され、はい、この先の聖廟も皆に公開されることになっています。聖廟には預言者であり聖者であるセイロス様の眠る棺が安置されているのですよ。棺が安置されている。他に、いえ特に何もありません。はあ、棺を見られるだけですよ。うん、棺と骨が見られるかな。魔法で強力な封印がかけられていますから、開けることもできませんし。開かへんねや。なんかでもそれ狙われそうですよね。なんか開けることができないならば、なおさらなんか開けてみたいような感じがするんで、ひとまずなんかある程度情報を多分集めて回ったような感じがするんで、ここのキラキラなんだ、行ってみますか。あ、なんか騎士の間に話聞いてみてはいかがかみたいな、なんか言ってましたよね。あ、違いそう。ちょっと待って、何これ。盗賊団の根城の情報、あ、当たりやんこれ。コナン島へ向かう者への注意喚起文、塔を根城にする盗賊団がいるようだ。これ届けるやつでしょ。あ、チェックボックスがついたんで、R で開いて、どっから行ったい、大広間から行くか。大広間に飛んで、でこのまま南に向かってすげえダッシュして、今誰かとすれ違ったような気がするけど。気がするけどじゃねえよ。せて、そうそうそう、コナン島か。確かにあそこなら盗賊が根城にするに好奇にする、好奇かもしれん、好都合かもしれん。その線でこちらでも探ってみよう。助かってありがとうと。あ、で古代の効果をいただきと。うん、まあ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 、あの使い道はよくわかんないけども。ありがたくいただきますよ。で、誰、ヒルダとすれ違った、今。あ、ヒルダですね。あ、シルバンとヒルダ。なんでまた。はあ、うん、祭事の日は講義もないし、ああ一日中遊んでられると思ってたんですけどね。要は休みの日やったと。先生、暗殺を計画するにしてもわざわざ最短の儀の日を選ぶと思います？確かに一番警備が固い日って言ってますよね。ああ、なるほど。だったら確かになんかクロードの読み非常に鋭いですよね。警護が厳重にならない時期がある気もするんですけどね。うん、だからこそなんですよね。だから他の警備の薄いところを狙われると。この日じゃなきゃいけないって理由がある。確かあそこのなんか棺桶のところが解放されるのはその日だけなんですよね。スカウトしましょうか。まあダメと。魅力と断り学。ちなみに落とし物は違いますか。落とし物さあじゃない。落とし物じゃない。
落とし物じゃない。なるほど、わからん。ヒルダは、うん、情報整理担当ヒルダです。今のところめぼしい情報はありません。要は何もしてないってことですよね。引き続き調査に当たってください。はい、どうも。以上、頑張ってくださいね。やっぱ訓練してろよって感じがするんですけど、落とし主を探して。違うよね。なんかお兄さんが卒業生やったり。違うよね。これは贈り物、誰が当てはまるのか。まあでも一通りなんか情報を集めたっぽいかなっていうところがあるんで、クロードのとこ行ってみますか。これで全部っぽいですよね。なんかびっくりはなくなったんで。ないよね、ないよね。うん、吹き出しがなくなったんで、ひとまずはね、クラスに向かっていけばっていう感じなんですけど。ドロテを見つけた。どこ、あれ、こっちじゃないよね。あ、これは留学生。あ、エーデルガルトを見つけた。話聞いていいか。なんかキラキラ、茶葉入りの小袋、紅茶を趣味とするものの持ち物。お、これはこれは見当つくんじゃないですか。なんかフェルディナントじゃないですか。わからんけど。あら、あなたも修道院の警備に借り出されたの。うん、なんか全部のクラスがそうなのかな。手紙一つで大騒ぎね。ああ。まあ、大司教殿がそれだけ大事なのでしょうけれど。まあね、一大事ですもんね。言うたら暗殺ですよ。しかもトップの。まあそれでみんながざわざわしたら、なんか動きやすかったりするのかなみたいな感じはあるんですけど。修道士の仕事を手伝おうとしたが、ああ。拒まれてしまった。人間はいつ裏切るかわからない。マジか。計画に加担しているのかもしれない。なかなかなんか苦しいですね、それは。彼らも不安なのだろうよ。ああ。修道出すこの状。うん。で、ドゥドゥには贈り物ができないと。スカウトできない相手もいるのね。で、ね、そう、クロードに話を持ってきたんですよ。まだ考えがまとまらないんだ。先生ももう少し情報を仕入れてきてくれ。もう少し。はあ。で、落とし物は。落とし物？違うよな。うん。じゃあ、また手がかりが。あれ？わからんぞ。ちょっと待てよ。もう少し情報を仕入れてきてくれ。ま、ローレンツがなんかフラッといたんで。ことを真に受ける必要など本当にあるのか。僕の予想では何も起こらない。ああ、あのミッションは悪質ないたずらだと。そんなものをわざわざ持ち歩かないでしょう。わざわざ大修道院に乗り込んで騒ぎを起こす者などいるはずもない。ほんまかな。で、お、届けに来てくれたのか。増加ってそれか、服に対してあれなのか、装備してるのか。なんかたまたまやる気が上がってしまったが。で、高級な茶器も多分わかるんですよね、これ。気遣いに感謝するよ。大喜びと。うーん、やる気アップ。やっぱあれか、ローレンツこういうのわかるんですね。っていうか、あげてしまったけど、いいのか。いいんだろうね。まあ多分いいんだろうねっていう感じがするけど。あ、助かったよ先生。それにしても茶会というのはいいものだね。あなたも気が向いたら親密になりたい人を誘って茶会を催してはいかがかな。フルダントの茶器を持つにふさわしいお茶好きの生徒を探そう完了と。うん、まあ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 いいような感じはするけど。仲間をお茶会に誘えるようになりました。お茶会では仲間とお茶を楽しみ親密になれます。自学級の生徒や協力してくれる人物以外を誘うには、あ、支援レベルが一定以上必要と。あー、どうしたらいいんだ。フェルディナントに報告。ちょっと待ってよ。確かこの辺にいましたよね。はい、移動して報告をすればいいの。するとお茶会が多分できるようになるって感じですよね。皆の注意を察すため、うん、物語。しかし、あ、特に何もなし。はあ、じゃあもうちょっと話聞いていきますか。ん、なんか拾った。ちょっと待って。
夜遅く大修道院内はあなたの学級の生徒じゃないでしょうね。いやー、わからん、それは言い切れない。あ、そうそうそう、落とし物違うっけ。皆の物がしかし、おお、あ、やっぱそうなんや。ずっと探していたのだ。恩に切るぞ。やっぱ茶会といえば彼なのか。で、国会の書、女神に自らの罪を告白した文章、罪の意識を抱えたもの、これマリアンヌじゃないね、多分そうよね。だから一旦ね、教室に確かいましたよね、クロードと一緒にいたはずなんで、一旦戻って、でここに飛んでくる、ですごいダッシュして、突き当たりを、突き当たってないけども右に曲がると、で話しかけて、でね、落とし物これ、あ、やっぱそうなんや、よかった。ありがとうございます。これで、マリアンヌのやる気がちょっと上がったんで、なんか食事に誘えば、おそらくあれですね、あの次の授業がうまくいくはずなんで、ちょっと待ってよ、あの落とし物だけ拾ってクロードとマリアンヌ食事に誘いましょうか。なので、食堂に飛ぶ、で、食事係話しかける、で料理長の挑戦状はちょっと怖いんで怖いんで、確かこの辺かな、玉ねぎのグラタンスープ、他、あー、こっちもいいけど、どうなんやろな、これ好み度とかってあったりするのかな、わからんけど、クロードとマリアンヌ誘いましょうか。さあ、よし、これで1消費するけども、まあ彼らのやる気が上がってくれるとね。食欲をそそるいい匂いだ。俺の好物なんだが、先生も好きなのか。いや、わからん、適当に選んだ。好きなんです、この料理。父もこれが好物でした。よかったよかった、2人とも満足してもらえてよかったよ。で、あ、これでもあれか、大好物やったら満タンまで上がるから、落とし物はなんか別の日に届けたらよかったような気がせんでもないけど、まあ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 、じゃあもうちょい探索しましょうか。あ、なんか書庫と大広間に何かが増えてるんで、ちょっと書庫向かいましょうか。なんか落ちてんのかな、なんだこれ、赤のマークが来てしまったけど、あ、めっちゃ落ちてる、釣り入門拾った。まさかの、いや、これありがたいぞ、どんどん拾おうぜ、初めての栽培、よし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 、何気になんか拾い物で指導レベルが上がりそうなんですけど、こっちに誰か、あ、修道士から話が聞けるのか、なるほどね。この書庫でしか読めない貴重な書物は数多くあります。ただしここに来れば読めるので、確かに危険を犯してまで盗む者はいないでしょう、ね、わざわざ持っていく必要ないですもんね。欲しくない書物をセテス様が廃棄することがあるのですが、ある意味、はあ、その手の書物の方がここでは貴重かもしれませんね。はあ、廃棄した書物確かに、なんかね、あの、それ以外はここで読めるならば、読めない何かの方が貴重なんじゃないかと。確かにそれはなんかあながち間違いではないような気もするんで、何なんだろうね。でもう一人が、ここかな、あ、先生の部屋か、これ聞いてみますか。恐ろしい話、ま、何、ああ、はいはいはい、恐ろしい話もあったもんだよ。うん、成功するはずがないと。だがレア様の暗殺が成功するはずもない。まあね、何、他に狙いがあるな気はするけどな。この部屋には貴重な器具もあるが我が輩以外に扱えるものがいるとは思えんな。あの、紋章チェックする器具とか、敵の狙いに関するメモ一応1個獲得しました。あ、これで一通り見つかったと。で、落とし物、卒業生のお菓子、なぜ我が輩のもの、違うか。なぜ我が、うん、じゃあ、誰かブルーがいるんで話だけ聞いていきますか。こっちかな。で、あれ、ここってマヌエラの部屋、あ、どうした。あ、ここあれか、ジェラルトの部屋か。どうやら貴族から寄進された金は修道院の外で管理しているらしいんだ。修道院の外、敵の狙いは、ああ、やっぱそうなんや。
温室の植物の中には売れば結構な金になるものがあるって話だが、やっぱ金目のものが好きなんですね。でこれ違うか、訓練といえばレオニーかなって一瞬思ったんですけど、違うのか分かんねえな。なんか贈り物効果とかすごい喜びそうなものですけど、まあちょっとこの辺は考えて、一旦はちょっと一通り見たかなっていうところがあるんで、クロードのとこに、あ、チェックついてますね。これでいいのか。じゃあ戻っていって話聞いてみましょうか。どういう進展があるのか、なんか選択肢が出てきたりするのかな、もしかして。実は犯人の狙いはみたいな。どうやろうな、まあ聞いてみるか。助かったぜ。あ、敵の狙いは絞り込めたな。答え合わせは当日までお預けだが、おそらく戦闘になるだろう。しっかり準備しておいてくれと。当日までお預けか。結構なんか、なるほど、あの教団にとって最も重要といえるものがあり、うん、儀式当日、うん、一般に公開されることで普段より侵入も容易になる。つまりやっぱり棺桶か。敵の狙いはこれ、聖なんだっけ。俺もそう思う。目的はまだわからないが、うん、敵の狙いは聖病である可能性が高いな。うんよね。で落とし物が、落とし物違うよね、落とし物違うよね。じゃあどうしようかな。ちょっと釣りしますか。たまには今名簿ちゃうわ、名簿じゃなくて目標設定でみんなのやる気を見るとこんな感じなんですよね。ということは少なくとも4人は授業ができる。だったらね、なんかわざわざね、なんか食事誘ったりする必要もないような気がするんで、なんか知らん間にみんなのやる気が上がっていたんで、じゃあちょっと待てよ、ここ釣り行きましょうか。たまにはね、あのスーパーの釣りタイムですよ。今日は大物がよく釣れます。よし釣りをしましょう。なんかキラキラしてたぞ。で使う餌は何がいいんだ。珍しい魚が釣れることがある。珍しい魚が釣れやすい、これ使っていくか。よし行け。するとヒット。あっ、うっ、微妙か。グッド。どうなの、トータテスパイク。ねえ、トータテス原産のパイクとローチの交配魚。料理で趣味が上昇する。え、そんなんあんの、めっちゃいいやん。え、しかもまだ釣りできるぞ。どんどん釣ってこうぜ。ほんならもう一丁ミミズ行くか。よし行け。どんどん貴重なね餌を使ってヒット。よし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 、パーフェクト。 OK。 もっといいものが釣れたりするのかな。ホワイトトラウト、あれちょっと外れじゃね。分からんけども、じゃあミミズ狙っていいか。釣れやすい、そうか、珍しいのが釣れやすいっていうだけで釣れるとは限らへんもんな。でヒットして、ああ珍しいやつは多分数が多かったりするのかな。で一回ミスっちゃったけど、あー、カレドニスが、特に何も上がんないやつか。微妙なのかな、もしかして。ちょっとその辺は分からんけども、なんかあのいっぱい釣れるみたいなんで、カワムシとかも使っていこうぜ、せっかくやから。これ全部使えたりするのかな、もしかして。どうやろう、あ、ちゃうわ、その体力ゲージか。これなんかめっちゃいいやつされたんじゃん、5回やったで。星3かな。あ、トータテスパイクや、やったぜ、守備が上昇する。ありがてえ、なんかカワムシでもいいやつ釣れるやん。じゃあガンガン釣っていこうぜ。よしよしよし、どう、まあでもそんなに言うほど体力は減ってないはず、多分。ああ、で、
ね、技が上昇するやつ、美味しい。で指導レベルがアップ釣りだけでも結構楽しめるな。でこれなんかここに入るまでになんか結構餌を持ってないと釣りができないみたいなんで、なんか本当に合間見て釣りをするがちょうどいいかもしれないですね。アミッドスパイク、アミッドパイクか、あまあ普通の魚っぽいですね。で餌が不足しているため釣りができませんと。行動はあれ行動減ってないやん。え、あれあれ、なんか釣りでは行動減らへんのか、もしかして。なんかそんな気がしますね。やったらなんかガンガン釣ってしまってよかったような気がするけど、じゃあどうしようかな。なんかやることが何しようみたいな感じなんですけど、栽培してもなーっていう感じなんですよね。やったらイグナーツって落とし物してないよなまさかのそこを疑っていくスタイルやけど、さあマップ見て奥にいますね。こっち、そうですね、話しかける。大衆動員は広いですからね。うん、僕が思いつく場所はトウモコとショコと。で落とし物はこれ違う、違うか、あそれですよね。じゃあなんかやる気を上げれたらいいなっていう感じなんですけど、じゃあ食事誘いましょうかね結局困ったら食事みたいなところがありますからね。まあ2人ぐらい食事あの誘えるはずなんで、こっち来てなんかあれですよね、砂時計マークが出てたような気がするけど、あジェラールとか教員訓練ができますよっていうやつですよね。まあ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 一旦、料理長から挑戦状、まあオーダーメニューでしょ。で今ねやる気が落ちてる面々、イグナーツとリシティアがこのメニュー好きみたいなんで、他はうちの面々、あレオニーがこんな感じか。やったらイグナーツとレオニーでもいいような気がする。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、どこだ、ないないない、あった。これでイグナーツとレオニーを誘って、でやる気が満タンまで来るはずで、わあこれ大好きなんですよ自然と顔が笑っちゃいますね。すごい、なんか今一瞬どっか空を見ていたような気がするけど、うまそうだな、玉の贅沢だ、うん、しよお許しよ、お許しよと美味しいもん食って元気出してもらいましょうと。でね、イグナーツの今やる気が上がったんですけど、ちょっと行ってみたいところがあってですね、訓練場なんかやってるんですよね。ここ彼に行ってもらうか、いっそのことね、闘技大会、闘技大会で剣術が得意な仲間を参加させようっていうことで、一番得意なイグナーツ、彼に参加してもらいましょうか。何が発生すんの、何これ、賞金50、優勝賞金300ゴールド、鋼の剣、決定、決定、なんか決定してしまったけど、切りつける、なんかいい、今んとこ有利っぽいぞ、いいぞいいぞ、いけいけいけ、痛い、痛いけど、次でとどめか、OK、なんとか倒した、僕にもできました、よし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 、なんとか無事に突破したぞ、で、ああ、ゴールドいただいて、で、次が、あ、連戦か、やばいなこれ、大丈夫、HP20 回復っていうのが使えるみたいやけど、まあでも3回攻撃すれば倒せるんで、こいつは特に20回復なしでやっちゃうか。さあ痛い、痛いけどまだ大丈夫で、もう一丁反撃で、お互いになんかすごい武骨な殴り合いをしているが、ねえとどめを刺してしまうと。よしよしよし、まあ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 今のところ負ける気はしないっていう感じなんですけど、で、賞金また、いただいて、で、HP20 回復っていうのが2回できるんですよね。あ、次2回食らってしまうとやられてしまうんで、ここはでも回復の使用時ですよね。さあ HP が30になりました。これでもう一丁、挑戦していきましょうか。さあとはいえ特に負けるビジョンはね今のところ
特にないので、もう一応先生 OK。 まあ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 、やりましたよ。 100% 命中で特に危なげなく戦っていって、で次がレベル5か、ちょっと強い、ちょっと強い。2発でやられてしまうならばまた回復しときましょうかね。で HP が34まで回復して、でこれ勝てなくね、ちょっと待てよ、5回叩く間に4回叩かれて負けるやん、これ危険やろね。で賞金150、これ負けたら死んだりすんのかなその辺はよくわからん、頼んでよかったよ。よくわからんけど、なんかそのなんていうんですか、無理はさせないそれがちょうどいいような気がするん で今ので経験値が入るとかっていうわけではなくて、まあ単純に商品がいただけると。どうなった今ので、特にやる気には影響なしと、何だったんだろうねまあ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 ね、行動進めていきましょうか。よし、で行動終了するとね、授業の会に進むと。よし、じゃあまあ自分で講義進めていきますよと。よし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 。